皆さんこんここにちちははワーーールドラバーマーケットののすんですで今回はこちらの動画を紹介したいいと思います、えー、超ループドライブということでまあ私がいろいろ考えてみたところこうしたら思いっきりかけるループで切れたボールを持ち上げることっていうのがやりやすいんじゃないかっていうループドライブの方法ですねこちらをちょっと考えてみましたので是非参考にしてみてください。で今回はですねあのカット打ちの動画 をたくさん見てちやっぱり一番ループドライブを使う機会ってやっぱり切れたボールを高くループをする思いっきり掛け返してループをするっていうことはすごい多いんですけどそういう時にトップの選手ですねあるいくつかのポイントですね共通している部分がありましたのでぜひそちらの方を皆さんにシェアしたいと思います。はい、まず一一つつ目目ののポポイインントトです、ね、つ目のポイントは 当然ラケットの角度の話なんですけどラケットの角度縦の面を作るということですね、まあ、当然ループをするので目を寝かせてしまうと、まあ、上に上げにくいこすりにくいもちろん速い球をすごい強い回転にして打つっていうのであれば、まあ、下を向けていただいたらいいんですけど今回はループっていうところにもう絞っての話なのでラケット縦ですね、はい、にしてください。でこのとにに上を向かないようにちょっと注意です ラケット90度もしくはちょっと心配な方はほんのちょっと傾けるぐらいの意識を持っていただくとあの回転をかけやすいラケットの面を作れるかなと思います。はい、でそうしましたら次に2つ目のポイントここがまあ今まであんまり言われてないというか、まあ、動画を見てたらそうだなって思う部分ではあるんですけどちょっと大事な部分なのでしっかり聞いておいてください。えっと 体重移動の話なんですけど、私もこれまでこう右から左に体重移動しましょう。まあ、これでもちろん回転をかけやすくなる場合もあるんですけど、今回はですね、この右にぐっと沈んだらそのままもう一回こう右足で踏ん張るようなちょっと右で持ち上げて踏ん張るようなイメージでループをしてみたいと思います。で、なんでこれをポイントにしたのかっていうと、ループをするときにトップの選手の方はですね、結構その右利きの選手だったらこ左足 がこう浮くような感じでループをしてる方がすごく多いんですね。 はい、もちろん右から左でこう力を生み出すっていうのもありなんですけど実際にはグッて踏ん張ってこの右から右っていう体重移動というかその踏ん張りですねここで持ち上げるようなイメージの踏ん張りを使うことでその体がが自然にねじられるるっていう効果があるんですこの左足を引きつけるようなこのねじり効果を使うことができるんですね。でこのねじった時の,その効果 っていうのは何て言ったらいいですかね？こう右から左で腰のひねりをうまく使おうとすると、どうしてもラケットが前に行きやすい。でも、ここでこういうね。じりができるとですね。ラケットを上に振っても体をひねることができるので、結果的にすごい上にこう回転をかけに行くっていうパワーをくって伝えやすいんじゃないかなっていうところにあるんですね。 でも私も実際にやってみたらもちろんこう右から右で打ってやる時に速い球はもちろん打てないんですけど回転のか,かったたループはすすごいいいややりやすいなっていう印象を持ちました台からギリギリ出るところとか体重が難しいのでここで右から右のこの踏ん張りだけでグッてかけてやるこういう場面の試合ですごく多いのでめちゃくちゃ有効な強い回転のかかったループを打てる。 そういうい印象があるのでぜひ体の使い方ってこれだけじゃないのでいろんな使い方があるのでこの右からもう一回右で踏ん張るこのループの書き方ですね皆さんにもぜひやってほしいと思います。ありがとうございました